自分で喉をかき破った出血性ショック死。爪の間に皮膚片が残っておった。間違いなく本人のものじゃわい。傷の形も一致する。いいいい、直接死因が自殺ってのは分かってますよ。分かっとるわい。人為的にこういう症状が起こせんかと言っとるんだろ。背中が痒くてかきすぎて血が出ちゃうのとはちょっと訳が違いますからね。分泌物から見て仏は極度の興奮状態にあったのは間違いないの。では乱闘になって興奮のあまり自分の喉を引っかき出したってことですか。襲った連中さぞや度肝を抜かれたでしょうな。実はな、大石、仏が武器にしたらしい角材な、砂粒とかガードレールの塗装片とかそんなのしか出んかったぞい。星の服の繊維とか皮膚片とかは出んかった。仏は犯人を殴っとらん。あるいは殴った角材を星が持ち去ったのかもしれんの。ならわざわざ角材なんて置いていきませんよ。全部持ってっちゃいます。それもそうじゃの。富武氏は結構体格もいいし肌も焼けてるしスポーツマンですよね。うん、そうだな。よく運動しとるようだの。こんだけ体格のいい相手を取り囲んで押そうとしたら何人くらいいりますかね。アホ、それは大石の方が得意だろうが。悪たる時代を思い出さんかい。だとすると結構犯人は大人数だの。祭りで泥酔した4人以上のグループが怪しいとなるかの。こっちもそこは重視しとる。徹底的に調べるつもりだが、あまり期待できんな。何しろ過去にこんな例はないんだからな。期待はしませんよ。ですが結果を楽しみにしてます。大石さん、課長が呼んでるっす。すみません。ではまた来年お会いしましょう。おお、いいお年をの。